ケール包囲戦、1733年。ケール包囲戦、ケール包囲戦は、ポーランド継承戦争中の1733年10月14日から10月28日まで、フランスによるラインラント戦役の最初の戦闘。ベリック公、ジェームズ・フィッツ・ジェームズ率いるフランスの大軍は、ラインガー上流のケールを包囲した。中流軍が少なく、守備も弱かったは陥落した。 1733年2月1日に、ポーランド王アウグスト2世が死去すると、ポーランド王位は、息子のアウグスト3世と、元国王、スタニスワフ・レシチニスキの二人が請求した。フランス軍を乗せた艦隊がブレストを出港すると、スタニスワフは秘密裏に、ドイツを通過して9月8日に、ワルシャワに到着、12日庭で、ポーランド王に選出された。 アウグスト三世を支持したロシアとオーストリアは選挙の結果を聞くとポーランドに侵攻した。正規軍を持たなかったスタニスワフは9月22日にダンツヒへ逃げフランスが約束した援軍を待った。10月5日、アウグスト三世はロシア軍の保護の下、ワルシャワでポーランド王に即位した。グレートブリテン王国、ネーデルラント連邦共和国、スウェーデン。 デンマークイコールノルウェー、ベネツィア共和国は、オーストリアとロシアによるポーランド侵攻を、海戦自由として認め、中立を宣言した。ナポリ王国を奪取しようとしたスペインとミラノ公国を、奪取しようとしたサルデーニャ王国は、フランス側についた。フランスの宮廷では、ルイ15世の取り巻きであるコンティコー、ウーハク、クレルモンハク、シャロレイハク、ベルイコールイル、ディシュリューコー、 そしてアウグスト三世のイボテイモーリス・ド・サックスは、ジェイズ・フィッツ・ジェームズ元帥の下、ラインラント侵行軍を編成、オーストリアをポーランドから引き離しつつ、ロレーヌ公国を獲得しようとした。ケールは、当時新生ローマ帝国領で、バーデンイコールバーデン辺境を領の近くにあり、フランス領のストラスブールとは、ライン側の対岸である。ケール要塞とその北にあるは、 ラインガー上流の都家庭を守るための戦略用地であり、フランス領のアルザスと帝国の諸公領の境界を形成していた。要塞の守備は、一般的には皇帝の責務だったが、ケール要塞についてはが主導するが、要塞の整備と守備を務めていた。百三十三年一月時点では、帝国軍の小部隊が要塞に駐留していたが、要塞の指揮官は、 ビュルテンベルクのヨハン・アウグスト・フォンプフェル団尺であり、中流軍は主には、シュバーベンの軍勢だった。戦争が勃発した時、要塞の修理と拡張工事は進行中だったが、ライン側近くの守備は、全くの未完成であった。10月12日、ベルイコール・イルとシリに、率いるフランス軍は、ロレーヌ公国に進軍、公国の首都ナンシーを占領した。 広告全土に対する支配はすぐさまに成立。ベルイコールイルたちは、中流軍を広告全体に残すと、軍の大半をアルザスに進め、ライン川での戦役に集中した。同じく10月12日、ベリック港は軍に、ストラスブールの軍営から出てライン川を溶かするよう、命じた。フランス軍はケールから、南約4キロメートルの近くで船橋を作り、4000人を、 東岸に移した。またケールから、北約7キロメートルの近くで、別の橋を築いた。2日後には、軍の大半が、ライン側の都下を終えた。一方プフェル将軍は、フランス軍が行軍を開始すると、ケールとストラスブールの間の橋を破壊、要塞の外の家屋も破壊して、フランス軍に使われないようにした。ベリック公はまず、ケール要塞周辺に、 工場用の要塞を築いて、ケール要塞を包囲するよう命じた。この築城には、周辺の住民も借り出された。ベリック港の受品係商工たちは、近くの村からフランス軍への補給を要求した。ビュルテンベルク港は同意したが、後に皇帝に提出された報告では強要されたものであると説明した。10月17日には、フランス軍が残壕を掘る準備を整えた。 フランス軍がケールとストラスブールの間の島で砲台を築き始めたとき、プフェルはライン側に面するがフランス軍の攻撃目標であることがかり、翌日に防御と撤退の戦術を詳しく指令した。確保は侵入されたか砲台が壊されるまで維持され、放棄された後は、守備軍はまず主要祭と確保の間の通路に、続いて主要祭に撤退するとした。 フランス軍は10月19日に残豪を掘り始め、21日には要塞のライン側に面する未完成なについた。フランス軍は23日からそのルネットで砲台を築き始めた。守備軍は砲台の大半がフランス軍の砲火で壊されたか外されたため、マスケット銃とグレネードによる抵抗しかできなくなった。23日、フランス軍は確保に砲火を浴びせるとともに、 主要祭を砲撃した。フランス軍は敵団兵部隊による二度の強襲が失敗した後、確保を短期間占領できたが、翌日に打開された。守備軍も確保近くのフランス軍に対しティを派遣したが撃退された。27日には、フランス軍が多数の砲台を築き、主要祭を砲撃した。28日の16時ごろ。 フランス軍による確保への砲撃が激しくて、確保の守備軍の指揮官は、プフェルに撤退の許可を要請した。プフェルは許可した。その後、プフェルは作戦会議を開き、戦闘に適する兵士が500人しかなく、要塞も最大3日しか持たないことがわかると、28日の20時頃に降伏した。中流軍は31日に無人の礼遇を持って要塞から出て、 帝国軍の防御線のあるへ移送された。天気が悪くなったため、フランス軍はケールの落城をもって1733年の戦役を終えた。ベリック港は一体の支配を確保すると、ライン側の西側で投影した。1734年、ベリック港はライン側を下って戦役を続き、帝国軍の防御線のあるエットリンゲンの側面を突き、 フィリップスブルク包囲戦を戦ったが、そこで砲弾に直撃され死亡した。包囲戦は、副官路が引き継ぎ、成功させた。フィリップスブルク包囲戦の成功により、ライン川流域での戦役は終わった。1738年のウィーン条約によりポーランド、継承戦争が終結すると、フランス軍は、ケールとフィリップスブルクから撤退したが、ドレーヌを併合した。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。